皆さんこんにちは。今日は AT230 カフェに来てまーす。まあ、ここはコーヒーショップなんですけど、カーミーティングがよく行われてて、明日の、はい、イベントに参加します。で、その前にですね、この180くんのテストがあって、ラウンド4を控えてるので、ちょっと前日に来て車を降ろすついでにと言ってはあれなんですけど、ちょっと時間をお借りして、オイル交換をしたいと思ってます。で、今回はですね、地元の人たちに聞いて、どんなオイル使ってるか聞いて、私は 10W60 をエンジンに入れて、で、ミッションとデフが BM の E36 を使ってるんですよ。なので、75W90 を入れて、走ってみたいと思います。では、行ってみましょう。頑張ります。今ね、下どんつくになってるから、どうぞ。ごめん、カメラ。ちょっと昔ながらの。そうやって手を触る、すぐ。仕事中はね、そんなことない。そうやって手を触るが。怖いわ。やっぱり手と手が触れる瞬間はね、TikTok やってるから、ちのこのカフェで JDM のミーティングがあって、スバル勢とあといろんなのが来るんでブースを出させてもらいます。今回はブースを設置して、応援してくださっているスポンサーさんのこのプロモーションをやっております。やばい、私のサインが入ってる。はい、カフェの裏にある駐車スペースに来たんですけど、まあ、JDM イベントということで、めちゃめちゃ車が集まってます。日本車が超集まってて、なんかレヴィンとかもあるし、GTR、スープラ、レクサスで、こういう日本だとあんまりね、みんながこうすごいって言わなかったりすることが多いアルテッタも、こっちだとレクサスでエンジンが違うんでパワフルなんで、みんな超喜ぶし、私の180もこのフロントの部分だけアルテッタ使ってるんで、なんかめっちゃ喜ばれます。ナイスレビー、イエーイ。喧嘩上等って書いてあるけど大丈夫？シルエイ、はい、無事イベント終わりました。結構皆さんに徐々に知っていただいているので、
大会を見て来てくれた人もいれば、あの藤原カフェのイベントで、ね、あの知って来てくれた人もいるし、本当に昔から2018年から超フォローしてますって方もいて、私の名前、そしてこの車、はい、スポンサーさんも含めて、どんどん知名度が、はい、広がってます。頑張ります。